ップも続いたこともありますけど、ね、そうですね、まあ、シングルマッチ試合目ですので、どうしても序盤戦はね、探り合いというか、こういった展開になるんでしょうけれども、そうですね、また両選手が丁寧に戦ってるってことじゃないですか。そうですね、定石通りね。意外と井上選手、高野選手はグラウンド好きですよね。また、まあ、もちろんあの膝十字あるいはね、関節技得意としてますので、はい、おっと今キューティーコールとともに、今キューティーがアキレス腱入ったんですか。そうですね、取り返しましたね。キューティーが、はい、アキレス腱取り返していきますね。さあ関節技でも劣らないとというね、キューティーの気迫なんでしょうが、しかしここは井上拓子選手も、これだけのファンに、今日で武道館のシングルですから、はい、この1万何千人のファンに嫌なやつだなって思わせたら井上拓子の勝ちだと思いますね。あんまりいいこぶっちゃいけない選手ですもんね。特に最近の色としてもね、そういう感じですからね。タコファンはまたそういったものを期待しているんでしょうね。まあ、いじめっこやった方がいいと思いますね。どちらかというと山本代表、はい、キューティー鈴木は耐えるレスなんですよね。そうです ね耐えて耐えて、そうですね、はい、やっぱ体がないですからね。この子はでも本当に怪我をしないですね。あ、そうですか。全くあんだけやられてもね、キューティーはあの関西の通天閣とかスプラッシュマウンテン食った数一番多いんじゃないですか。そうですね。あれは食らいたくないですよね。あれはあんだけ食ってももうフロッとして出てきますもんね。この前 の7月31日の横浜大会でも、はい、あのメインの8人の時に最後、はい、もう本当にあのどっかの雑誌に書いてありましたけど、野戦病院のようにみんながね、これはうまい会社だ。今オーロラスペシャルをうまく返したんですかね、キューティー。そうですね、はい、このあたりよく研究しているんでしょう。おっとストバックに一発目の DDT。 まああのキューティーがこうなんていうか、そのダメージをうまく吸収してしまうような体型だと思うんですよね。なるほど、うん、投げあのそのままねバックドロップを落としたという感じですね、はい、さあこの辺りから試合の流れ動いてまいりました。そしてロープに振って、うん、あっとドラゴンスリーパー、いいですね、ロープに振った分ガッチリと首根っこ、ご覧のようにガッチリと入っております。リング中央でドラゴンスリーパーの体勢はキューティー鈴木。苦しい表情に様相が変わってきたこの井上貴子、ロープまではちょっとまだ距離があるか。キューティーはこうやって粘っこく攻めた方がいいですね。まあ下馬評ではね、山本さんも一回、はい、いらっしゃるんでなんですけれども、はい、どうしても貴子有利という戦前の予想はかなり多いんですけれども、はい、キューティーはやっぱりそのあたり勝機というのはどういうところに見てますか。やっぱりいや僕はね、あの真正面からぶつかっていいと思うんですよ。そうですか。体格の差がありますけども、はい、JDIP はそういう無差別級がうちの売りですからね、はい、変に小細工に走らないで、うん、もう真っ向から力勝負でいいと思いますよ、うん、さあその力勝負というお話の通り、豪快にジャンピングしての DDT からもう一度ドラゴンスリーパー、うん、こういうちゃんと今までの対戦に戻るのいいんじゃないですか。さあ粘っこい攻め、ぐいぐいと締め上げ、そして赤とのスタミナを徐々に奪っていこうという作戦か。もう普段のね表情とは打って変わって厳しい表情両選手ですけれども、キューティーなんか手応えあるみたいですね。どうですか今日のキューティーの動きは。いいですよ、すごくいいですよ、はい、全く無駄がないですね。そうですね。かなりこれドラゴンスリーパー長いですが、赤子のショーモードどうなんでしょうか。今やっとロープブレイク、さあゆっくりと起こしてアプリ逆に振られて、あとここは赤子得意のアームホイップ、しかしまだちょっとダメージが残っている、そんな仕草を見せました赤子ですが、今度は逆にスリーパーホールドからあっと来て破り、逆にドラゴンスリーパーを見舞っていった。さあ今度は1点キューティーが佳境に立たされている。体の大きさが、あ
ですね、体の大きさが違いますから、はい、先ほどのキューティー選手のドラゴンスリッパーよりも井上貴子の方が何か見事こう回って持ってるっていうんでしょうね。それだけにちょっと脱出するのはね、あと今やっとロープブレイクですが、足を丸めましたか、足も掴んで、あーっと足も抱え込んでる。お、うん、楽しいですね。これは複合技のドラゴンスリーパーになってきましたけども、さあキューティー鈴木苦しくなってきました。これではロープブレイクはできません。左足を精いっぱい伸ばして、やっとの思いでロープブレイク。さあ今度は赤コーナーから釘付けのラリアットになったんですが、これはうまくかわしていったキューティーですが、しかしキックで倒されて、おお、これはうまい。さあカウントは、おっとカウント2。今の攻撃はキューティー非常に得意ですよね。そうですね、意表をついたね、はい、バックフリップからミサイルキックを狙ったんですけれども、これはよく見ていた井上貴子、ラリアットをかわしてジャーン。さあブリッジも綺麗に決まって、カウントは甘い、カウント2、カウント2。さあこのあたり10分を過ぎてからの攻防、そうですね、ずっと出ているとこの人はこれがあるんですよね。ウッドスタンプ、あ、背中にも向かっていった。そしてそろそろキューティーも手の内を次から次へと出していくのか。コーナー最上段から何があるんでしょうか。出ましたフットスター、今うまくかわしたんですか。ええ、ロープ最上段からね、食らってたら井上貴子危なかったですよね。あれを食っていたらちょっと厳しい状況に追い込まれていた井上貴子ですからもよく見ていた。さあそしてロープに振って、今度はチョークスラム。高子もこの技をかなり多用してますけどね。さあもう1回というアピールとして、リング中央でホールの体勢でカウントは2、ブリッジで返していったキューティー鈴木。あ、今度はなだれ式のアームホイップか、あるいはなだれ式のノー落としか。アームホイップですね、これは。さあ得意の、あ、これは飛距離もあった、スピードも十分という感じでしたけども、リング中央。さあカウントは2。こういうところがキューティー鈴木を掴んだところですね。そうですね、攻めているのは井上貴子ですけれども、この技を本当味方に狙って掴んだんですね、吸収していってしまうようなね、このキューティー鈴木の。でもこれは、あ、